株式会社トヨタデジタルクルーズは、かつて存在したトヨタグループに属する、電気通信事業者である。1996年4月に、トヨタ自動車の情報システム部門から分社化し、トヨタグループイントラネットの構築、運用及び EDI サービス、データセンターサービス、ネットワークインテグレーション、システムインテグレーション等を事業としている。 2019年1月に株式会社、トヨタシステムズに再編。1995年頃、トヨタ自動車は、社内情報システム高度化プロジェクトによる、オールトヨタのネットワーク構築を目的に、通信事業会社の設立を目指したが、当時トヨタが出資する、TWJ ID、IDC、IDO、ひまわりネットワーク等の、第一種電気通信事業者は、 第2種電気通信事業を行えず、また、トヨタ自動車の情報システム要因はすでに TSI、C、チームソニックレーシング、ティッシュとして分社している状況だった。そのため、電装、トヨタ通称、豊か通りテレコム及び、日本 IBM、富士通、日本ユニシス、NEC、東芝、松下、住友電工、NTT データの支援を得て、 トヨタ自動車のシステム企画部の一部が分離独立する形で1996年4月にトヨタデジタルクルーズが設立された。初代社長にはトヨタ自動車システム企画部長であった戸田正明が就任した。2015年10月建設業法第28条第29条違反により電気通信工事業に関して22日間の 営業停止、電気通信工事業許可取り消しの行政処分を受ける。2019年1月 TCS、TDC、ティッシュの3社を統合し、株式会社、トヨタシステムズを設立。トヨタ自動車75年市情報システム、トヨタ公式サイト、トヨタ企業サイトトヨタ自動車75年市事業の、多角化新規事業開発。トヨタ自動車、 2015年5月5日閲覧。戸田正明、トヨタイズムを支える、トヨタ情報システム103ページ平成22年から平成27年までの少なくとも189件の工事において、工事現場ごとに配置すべき、主任技術者または管理技術者を配置せず、または配置しても、専任義務を果たしていなかった。このことは、建設業法。 第28条第1項、第2号に該当する。http://www.cbr.mlt.go.jp i スラッシュ、o スラッシュ、インフォスラッシュ、siobun スラッシュ、teishi2015100901.htm 平成21年12月25日付、特定建設業許可申請書のうち、 指導監督的実務経験書に名文について、実際には経験していない経歴を記載して、申請を行い不正に許可を受けた。このことは、建設業法、第29条第1項第5号に該当する。httpww.cbrn.gojp w l t 県政、インフォ、処分。 取り消し20億1510万 901HTM トヨタ自動車の情報誌、会社3社を統合トヨタ公式サイト。ありがとうございます。